アルクトデスは、猫もククマか、メガネグマ赤に属する絶滅した、哺乳類の属。新第三期の後期先進予から第四期の後期、後進予にかけて、南北アメリカ大陸に生息した。前後に短い顔、横に広い墳部、長い獅子、短い胴部が特徴である。後期後進予に出現したヒグマとの生存競争に、破れ絶滅したと考えられている。 北アメリカ大陸においては最も一般的なメガネグマカノ族であり、アメリカ合衆国カリフォルニア州南部のラブレアタールピットで数多くの化石が発見されている。種はアークトダスプリスティヌーズとアークトダスシームスの2種が知られている。後者はアルクトテリウムに抜かれるまで史上最大のクマの種であった。アルクトドゥス族はショートフェイスベアとも呼ばれるが、これは 大半の原生のクマと比較して噴部が短く見えることによる。この外見は、クマ赤のクマと比較して、メガネグマ赤のクマの尾骨が短いことや噴部が上下に深いことに起因する。なお、この特徴は、アルクトドゥス族に限ったものではなく、原生のメガネグマにも見られる。アークトダスシームスの生態創造復元図アルクトドゥスの属するメガネグマ赤は、 後期中心夜頃に出現しており、プリオナルクトスが知られている。後期先進夜に北アメリカ大陸で出現したアルクトドゥスは、アメリカ大陸間大交差に乗じて、南アメリカ大陸へ進出し、前期から後期後進夜にかけて、両大陸に分布した。また、後期先進夜頃には、原生のメガネグマも出現した。アークトダスシームスは、約8万年前の後進夜半ばに、 北アメリカ大陸で出現し、アラスカ州からミシシッピ州に分布した。絶滅は約1万1600年前であった。化石はカリフォルニア州のシャスタ郡のポッタークリーク洞窟で初めて発見された。他の化石はプラティゴヌスやカストロイデスの化石、さらにはパレオインディアンに由来する人工物と共にオハイオ州ワイアンドット郡のシェディン洞窟から。 発見されている。本種は北アメリカ大陸に生息した史上最大の地上生猫目の動物の一つであった。骨格はインディアナ州で発見されている。北アメリカで発見された中では最も完全なジャイアントショートフェイスベアの骨格もインディアナ州から発見されており科学的研究も進められている。実骨標本は シカゴのフィールド自然史博物館に所蔵されている。アークトダスプリスティヌーズは、より南側に生息しており、テキサス州やニュージャージー州、メキシコのアグアスカリエンテス州から化石が知られている。人とエーシームスの大きさ比較6頭のエーシームスの標本から体重を推定したところ、うち二頭が約9 0 0ラム、最大個体は9 5 7キログラムと推定された。これは、 大型の個体が従来考えられていたよりも多く生息していたことを示唆する。標本館では生体の大きさの個体差が見られ、メス個体がオス個体よりも小型であるという原生の熊と同様の生差や生息地域による差が示唆された。講師で立ち上がると、A プリスティヌーズは身長2.5から3メートル、A シームスは身長3.4から3、7メートルであった。 四足歩行時には、エーシームスの肩高は1.5から1.8メートルに達した。ミズーリ州のリバーブラフ洞窟では、洞窟の壁に沿って高さ4.6メートルまでの一連の爪跡が発見されており、これは身長3.7メートルに達すると考えられる個体の存在を示している。エーシームスの歯型が残されたアメリカマストドンの前足の骨。 コロラド州デンバーのデンバー自然科学博物館にて、アルクトドゥスの植生については研究者の間でも見解が割れている。アラスカの骨を分析したところ、肉食動物が蓄積する安定した窒素同位体である窒素15が高濃度で検出され、植物を摂取した形跡がないことが判明した。この証拠から A. シームスは非常に肉食性が高く、成獣になって、 以降生存のために1日あたり1 6キログラムの肉を必要としただろうと示唆された。しかし、窒素15の分析では、純粋な肉食動物と動物性物質を大量に接触した雑食動物を区別することができないという指摘、アルクトドゥスが幅広い範囲で多様な食生活を送っていたという指摘、頭蓋骨や葉の特徴が現代の雑食性の熊と一致していて、 北方の個体は、原生のコディアックヒグマと同様の食生活を送っていたと推測されるという指摘がされている。A. シームスの頭骨。オハイオ州クリーブランドのクリーブランド自然史博物館にて、アルクトルスはその巨体と足裏行政の足の構造ゆえに失踪には向かず、また俊敏な獲物を追うために必要な急展開を可能とする関節の構造も持っていなかった。 2010年の研究では、失踪に向いているかのように見える長い獅子は、胴部が短いためにそう見える錯覚であるとも、扱われた。アルクトドゥスは、原生のクマのようにスピードよりも耐久性を重視した、体格をしていた。エーシームスは、それゆえ積極的な捕食動物になるには不利であり、ダイアウルフや、ケンシトラやピューマといった、他の捕食動物を巨体で脅して、 獲物を奪っていたという考えが提唱された。しかし、この見解は2013年に発表されたクマの葉の微細な摩耗根の研究で疑問を呈された。ハイエナのような特殊なスカベンジャーは骨を砕くことによる薄刃の損傷に特徴的なパターンを示している。ラブレアタールピットの標本にはそのような摩耗が見られないことから研究者たちは A シームスは特殊なスカベンジャーではないと結論付けた。2010年の研究では、この種は純粋な捕食動物でも純粋なスカベンジャーでもなく、現代のヒグマのように日和美的な雑食であったと結論付けられている。また、ジャイアントショートフェイスベアとホラーナグマは現代の多くのクマと同様に雑食性で、前者は入手状況に応じて、 植物を食べていたのではないかと指摘する著者もいる。ありがとうございます。